だ。岩上条約連日放送お疲れ様です。ナイス。さあロア放送からが OK です。それではロアさん、マギュさん、スタート15秒前から。もうロアのとこみたいな大手放送でコメント打つとみんなブラックリスト入れからな。それではスタートどうぞ。さあこちらやはり人気はややロアが上回って 3.03 倍、昨日の覇者デイジーは 3.7 倍というとこですが、これは人気の厚いロアの方から見ていきましょう。さあこちらロア軍、ロアソルスズ。さあ最近スカッとした勝利が1回ダークキング2の時に大記録だったかな、ロアソルスズ。さあこの4人なかなか集結してというところはちょっとね、機会減っちゃいましたけど、毎日誰かしら来てくれてます。さあ常闇忍者軍団のロアソルスズ、まあ逆にね、忍者軍団はあの勝った時じゃなくて負けた時にあの騒がれるようになってきましたから、まあ一流の証ですね。負けた時に騒がれるようになれば一流です。さあ勝った時に騒がれてるじゃあね、結局まぐれの可能性がありますから、負けた時に騒がれるのは上昇軍の証。さあこちら、さあ40秒経過からですけどね、ここでやはりまあまたこれ修練を始めてますから、とにかくストイックな、今日どっちも打ちます、すいません、今日はどっちも打ちますよ。さあどっちも打ちますが、まあまずはこの立ち上がりからのロアガジェット。さあここら辺のガジェットから見ていきましょう。さあ皆さん、世界樹の雫は禁止ですが、今回世界樹の葉はありです。さあダークキングが来てから、さあここでダメージをしっかり稼いでいく。さあ当然不死鳥天部の宝珠は入ってるでしょう。戦士もバトマスも不死鳥天部の宝珠は、フェザリス火山なんとか、フェザリス火山だっけ、そこにいるエルダーフレイムが落とすということが確定いたしました。さあこちらが90秒経過からしっかりとダメージを取ってからのロア、ここまでは順調でしょう。さあそして再びガジェット、フェなんとか火山。さあここでガジェット置いてからが、さあここはさあ常闇忍者軍団、ここはいいですね。さあいい攻めの姿勢、しかしこのユータ君にしろロアにしろね、このガジェットを引くこの頻度はかなり定評がありますね。さあフェザリアス、それフェザリアス、さすがにまだ色変わりませんが、これはかなりいいペースと見て間違いないでしょう。さあ相当打ってしっかり温泉の効果で回復、クリスタル危険地帯が下がる。まあやはりダークキングはこれはね、色が変わってから本番ですが、さあちょっとやや人類は強くなりすぎましたが、はやダークキング登場からちょうど3ヶ月弱でございますが、このロアやソルやスズアンジーはね、この3ヶ月間の間ほぼ全ダークキング倒してるでしょう。さあもうベテランプロと言っていい領域にいると思いますが、さあ2分半経過からがこちらロアから移りましてからの、さあ今日は移しましょう、こちら。さあマッギョランマ、それはデイジー。さあデイジーさん、昨日は一度も移さず失礼いたしました。さあここガジェット5からでございますが、さあもちろんダークキング11分35秒厳しい設定ではありますが、両者とも11分35秒切った場合は当然1秒でも早かった方の勝利です。両軍に3000万差し上げることはできません。1秒でも早かった方が勝利の3000万ゴールド、ナイスキャッチということになりますが、さあ人気はロア常闇忍者軍団が、3.03 倍、デイジーが 3.7 倍ですが、常闇忍者軍団はロアがセルフで3000万入れているので、まあ、リスナー人気的にはややデイジーというところが、本当のところでしょう。しかしダントツの人気はダークキング人気。さあこれはほとんどのギャンブラー、リスナーがもう負けろ負けろと、もう常闇忍者軍、これデイジー軍負けろ負けろ、ダークキング頑張れと、さあ心の中でエールを送ってるかと思いますが、さあ今日もこの俺たちの武道館フィクサーカジノ、さあここで熾烈なる決戦が行われておりますが、こちら16分20秒は3分40秒経過、
しかしこのダークキング4は面白いんですけどね、この前半のまず色変わるまでの実況がすごく辛い。さあマッギョがこちらで、しっかりとジンを引きまして、やはり理想はガジェットサイカダブルジンが、これは理想でございますが、さあここでしっかりダオ早い、さあこれは早い、さあもう早いですね、色変わる、4分で色は変わるがランマ軍、さあ4ランマ軍のが早いです。さあランマ軍デイジー、ランマデイジーマッギョ、それはこちらのが早いです。さあ4分で色が変わる、さあ優に10分を切るペース、さあこれはまたまた6000万に続いて持って帰ってしまうのか。さあレーザーを受けないランマ4分で切ろう、さあランマ相当早いです。さあランマ相当早いからが必殺チャージをロアが引いてくるが、さあここはダークキングを11分35秒以内に倒しても相手に負けてしまったらこれは負けと同じです。さあこれは渋いですね。さあこちら、さあこちらが色変わってからのこちらデイジー軍から見ていきましょう。さあ当然テンペストに引っかかるプレイヤーは誰もおりません。さあ4分で色は変わって、ここからの勝負、紫雲の竜巻から、さあロザリオからのランマ、さあ皆様世界樹の雫は禁止ですがね、ここは世界樹の葉はありなので、まあ、全滅しない限り全員が落ちて終わるということはないでしょう。さあこちら5分10秒経過から、さあここはやや前半のペースに比べて、やや緩やかなペースかデイジー軍。さあしかし早いですね、4分で色変わりはもう非常に早い、もうこれはもう新装備レベル96、ランマ93ですけどね、私は気づきました、ランマはレベル93ですね。まあ僧侶はそこまで影響ないでしょう、まあ、やはり大事なのは火力色でこの宝珠と火力がいかに上がってるか、これは非常に大事な部分であると思います。さあ14分20秒からがこちら5分40秒経過、さあ流れておりますが、さあここは常闇忍者軍団はようやく色は変わってですが、さあここはだいぶリードしているのが現在デイジー軍からマッギョ放送。さあ戻りまして、いやここは赤ですね。さあここはちょっとダークキング勢は辛いし、カジノフィクターも辛いか。さあ6分経過、6分経過でランマからの、さあここで特にもうランマがここで落ちる、さあランマがここで落ちるは少々タイムロスですが、こちら葉っぱ OK ですね、マッギョ葉っぱ OK、 雫禁止は注意してください。さあ戻りましてからの、まあそろそろね、あの葉っぱ縛ってもいいんじゃないかなという気もしていますけどね。さあマッギョはここでガジェットが来ております。さあガジェット来ておりまして、これはレーザーに当たれませんね。さあ作戦からが、ここが世界樹の葉を見てからの呪文、さあしっかりとパターンを見て、ここはレーザーに当たれません、道具使い。さあこちらダークシャウトからでプラズマリムーバーでしっかり戻していく。さあまだここはダーサー、さらにダークシャウト、さらにダークシャウトでプラズマリムーバーが、はい、使える、プラズマリムーバーからの召喚。さあここはかなり連チャンダークシャウトということで、かなりこれはさあタイムロス、タイムロス。さあプラズマリムーバーからの、さああのペースで来ると2回使えませんからね、プラズマリムーバー。さあこちらが7分10秒でマッギョが、いや必殺来てから落ちる、これは痛い。さあこれはダグキン勢、これはダグキンの勝利が見えてきました。さあこれはダグキン勢、この流れランマ軍デイジー軍ソレファー軍マッギョ軍、まあデイジー軍ですけど、ここはちょっと流れ悪いか、この中盤戦は流れが悪い。さあここで先ほどの前半の貯金を使ってしまった感はありますが、さあここで見ていきましょう。さあダグキンなかなか粘りますが、ロアここでガジェットを引いてくる。さあクリスタルとか、クリスタル離れてからのここでガジェットを置いて、さあここで一気にいけるか。さあランマ後半かなり下っている。さあここで打ちましてからのダークテンペスト、さあここはラッキーですね。さあここでダークテンペストはラッキーでございますが、そろそろオレンジにしたいところ。さあまだまだ黄色、ここのターンでなんとか入りました。さあここでオレンジです。さあここでオレンジになりまして、竜巻ですが、ガジェットが依然と、さあ引いた状態から忍者軍いけるか。さあアンジーがこれ食らいましてからが、さあ耐えて闇の波動はしっかり避けないレーザー。さあアンジー落ちる、さあアンジー落ちてからが、さあ時間は刻一刻と迫っておりますが、これはいけるペースですね、常闇忍者軍はいけるペース。さあここでシャウトを受けてリムーバー、しかもロア君はねプラズマリムーバーの2ターンが出たという情報があります。
プラズマリムーバーの2玉を獲得したということで、さらに道具使いとして、頂点に登りつつあるロアでございますが、ここで経過は9分。残り2分35秒からのテンペスト、ここは間に合うか。ここは多分間に合ってますね。ナイスピオリムからここで9分経過。これは常闇忍者軍いけるか、失礼しました。ランマ軍はデイジーが落ちて、マッギョが耐えて、これは苦しい展開。ランマ軍、これはロアに逆転を許したか。ここまでの接戦、インターバル。インターバル。いや、4ハロンに分かれてるとしたら、ワンツーハロンはランマが取り、今3ハロン。コーナー前で逆転をされたという状況でしょうか。しかし、ここはマッギョが、ガジェット引きましたが、ソレワーが落ちる。ソレワーが落ちて、これはダメージ稼げてませんが、プレス。ここで、世界中の雫入れますが、デイジー、ここでダメージを稼ぎたい。ホライゾン、レーザーからの立て直しましたが、ロア。ロア、ここでダークシャウト食らわず。アンジー、スズソルが食らってからが、こちらがしっかりとリカバリー。これはもう倒してもおかしくないですね。10分を切ってもおかしくないとこだが、10分は切れずにプレス。プレスから最下の陣を引く。陣引いてからが、これレボルスライサー。10分経過。10分経過。雫は禁止ですよ。雫は禁止なので、雫使った?誰が?雫使った?雫は反則負けですよ。雫大丈夫ですか?雫は反則負けですよ。大丈夫かこちら。ソルからの、撃ちましてからが、社長言いました、雫して。雫、俺が言ったのごめんね。失礼しました。倒してからお見事。ロア、これは達成が10分24秒81お見事。10分24秒81、これは早い。これは早い、見事1分も上回ってからでございますが、こちら。お見事、ロア。こちら。いやー、でもね、設定甘いっつっても10分半にもしてないね。10分半にもできてないってことは、どうせこれは突破されてましたね。いやー、10分24秒は早いなー。しかし、ここでランマ軍たちは11分から。ここ行きますか。早いですね、忍者軍。ここでプレス食らいますが、ここはランマの集中力を、マッギョの集中力乱さないように、ロアが倒したというのは流れてません。ここはね、ロア勝ったよというのは流れませんが、ロア、自身の3000万ベットは、これはお見事でしたね。10分24秒81、ここはもうね、新装備、新、レベル96、ここはランマたちが、こちらがデイジー軍が11分30秒ですが負けですね。11分30秒でおっしゃーと思いきや負けです。失礼しました。これは常闇忍者軍団再び流れが来てますね。11分。こちらが勝利はロア 3.0 3倍から記録は10分24秒81。